それじゃ出発しよう。ここも昔は人が住んでいたの？記録によれば数十年前まで住民がいたようね。ドールズの大攻勢があって放棄されたと。データが確かなら私たちにとって未知のドールズがいる可能性があるわ。覚えておく。ではないけれど、このままにはしておけないわね。おそらくどこかに制御装置があるはずよ。危ないし壊しちゃおっか。それでも構わないけど。あなた意外に大胆ね。あれ、一緒に戦ってくれるみたいだね。先へ進みましょう。
せたのかな。この先にも行ってみましょう。ランが言ってた他のアークスってどこだろう。近くに反応はないわね。それに通信の状態が悪くなってきたわ。バンフォード研究所跡に大型ドールズ接近。こちらには何も。これって皆さんの真上です。そうね。救援か。助かる。だったらあとは私たちに任せて。被害者を連れてみて。すまない、絶対拾ってよ。トライアルスタート。大きい。足を狙ったら倒れたりしないかな。
よく戦ったわ、アイナ。ありがとう、マノン。通信回復しました。またアイダルの撃破を確認。すごいですよ、3人で倒しちゃうなんて。今のは確認中です。これはレゾルの森で紹介中のブルーダー隊、信号途絶。え、周辺の状況を確認します。ラン、アークス全員に非常呼吸を。了解です。クロフォードからの非常呼吸です。各員、セントラルシティに帰還してください。わかった。何があったんだろう。急いで戻ろう。知らせた通り、レゾルの森で大型ドールズの反応があった。これは過去の記録からネクスエアリオが出現したものと考えられる。そう、あのネクスエアリオだ。ネクスエアリオが最後に出現したのはおよそ10年前。エアリオリージョン全体に大きな被害が出たあの時以来ということになる。先ほどこのレゾルの森に偵察に向かったブルーダー隊との連絡が途絶えた。そんな嘘でしょ。さらに悪いことに、ネクスエアリオが現れたのと同時に各地でドールズの出現が相次いでいる。これらを討伐するために戦えるアークスを分散せざるを得ない状況だ。とりわけレゾルの森の探索は危険な任務となる。そこでまずは志願者を募りたい。私たちが行くよ。君たちは連戦になるだろう。いいのかい。うん、3人ならね。そうか、ありがとう。ネクスエアリオは強敵だ。単独での交戦は避けてブルーダ隊の捜索を頼むよ。分かった。他には志願する者は。みんなありがとう。頼んだよ。
いらっしゃい。ブルーダーをさ、ブルーダーらしきシグナルのあった場所をマークしてみたわ。けれど反応が複数あるのよね。その中のどこかにブルーダーが。一つずつ回ってみよう。ええ、そうね。ドールズよ、気をつけて。森の外に出ていく前にここで倒しちゃおう。Yeah.
周囲のドールズは倒せたようね。他の場所も探しましょう。いない。別の場所を探してみよう。レスタサインの残りは大丈夫？ここは多めに持っておいた方がいいわ。高台にランチャー持ちがいるわ。警戒して。撃たれる前に倒しちゃおう。ドールズだ。遠距離戦が多いので距離を考えて戦わないと。Thank you.